さあ千葉のエーススラッシャーブランドン・アシュリーから杉本圭、アシュリーのピックを使うがトップオブザキーからのスリーまず決めていきました。今日の注目杉本圭。さあここから一気に上がっていくボールプッシュ、杉本圭スリーポイント今日2本目沈めていきました。さあ西宮らしい形を一つ作っていきたい堂原紀明、ペリメーターからのショット、キャプテンがアウトナンバーを作っている。ジョーダン・ハミルトンも手を挙げていました。ここでジガディメツが後ろから来る、倒しながらですがブロッキング。もう、逆にあっちのファールじゃないのか、そんなシチュエーションでもありましたが、このタフショット決め、ケットボール B2 リーグ第30節のゲーム1です。最後残り秒数あとわずかというところ、ディープ3が得意なジョーダン・ハミルトン。2番ナベネル、前にはトレイポーター2人がかりでいく、ヘルプディフェンス渡辺翔太、キックアウトからトップオブザキーブランドン・アシュリー、パスフェイントを見せていきましたブランドン・アシュリーです。さあ千葉のスラッシャー、これがあるよく防いだ。さあここら辺も高い位置からついていく杉本圭、キャプテン堂原紀明、木田隆明を剥がしてキックアウトからつない、ユウスケよく決めていった。ただアルティーリ千葉としてはわずか5点差、小林大輔沈めていった。2番ナベネル一人で行くがブロックショット、トレイポーター、大崎優太、そこにはしっかりと松崎、小林大輔ボールプッシュ、ボールプッシュ、一人で持っていった。バスケットカウントエンドワン、出した小林大輔、ガードを育てることに定評のある大堀高。さあレオライオンズ切り込んでいく、ここもバスケットカウントエンドワン、立て続けにこのレオライオンズダブルチームで行かれました。そして目の前にはブロックショットナンバーワンのトレイポーターもいた。ついていくジョーダン・ハミルトンですが、ここは切り裂いていった、バスケットカウントエンドワン。これが千葉のスラッシャー、そびえ立つ。さあジョーダン・ハミルトン切り込んでいく、体を当てながらタフショット決めていった、よく決めた。最後ラストワンプレー、もうボールを追うのをやめた。ここで最後のブザーが鳴りました。試合終了です。87対